皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。カブタムシのように舞い、ナメクジのように刺す、真夜中の運動不足の人、サヤです。最後迷ってただの運動不足なの。ちょっとあの一瞬なんか動揺が見えてしまいましたね、はい、まあ動揺しちゃったね。申し訳ない、ちょっと修行が先に塩まいとき。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか。せーの、僕はまつげ、今から目の中に入るよ。逆さまつげ。この一本に石あんの声、一本一本に目があんの声、目なのに。僕は鼻毛、ここから出るよ。すべても抜け切ってほしい。出るだけで、ターザンしないでほしい。ふんってなってるだけ、うん、ということで今回こちらです。色鉛筆、色鉛筆な。今日の企画はこちら。サボってる。何すんだよ俺は。リドでしょ。リドか。俺が。あ、いいよ。今日の企画はこちら。リド。とんでもなくでかい色鉛筆、なんかいっぱいお家にあるから全部使って、色鉛筆の絵使ってみたわ。ひどい日本。もうダメだこりゃ、ダメだこりゃ。色鉛筆全色使って1枚の絵を完成させよう。てなわけで、はい、うん、今回は夏目さんち実はあんまりやってなかったんですけど、色鉛筆だけっていうのは実はないよね。実はないんじゃないか、ほぼ、うん、あ、グッチの色鉛筆はあったかも。あー、確かに、うん、あったんですけど、めちゃめちゃおしゃ、はい、めちゃめちゃ高、10万ぐらいの色鉛筆やったんですけど、今回はなんかすごいもんもらっちゃって。いや、そうなんよ。そう、ちょっとね、もう見せたい。ちょっと見せたいんだけど、まずそれを見せましょう。邪魔だ、だけだけ。うわー、映んねー。はみ出てる。映んねー。あ、でもギリ映ってる。こちら、はい、先日ですね、こちらの動画で世界一高級な鉛筆という企画やったんですけど、やりましたね。あれ、はい、いくらでしたっけ。1本5万円のファーバーカステルの伯爵シリーズという鉛筆だったんですけど、はい、なんかあの動画の後にですね、なんと、うん、夏目さん家にファーバーカステルの色鉛筆、しかもポリクロモスカラーペンシルいただきました。おめでとうございます。元気なファーバーカステルポリクロモスカラーペンシルです。すごない？やばいんすよ。だってさ、みんなさ、あれ見たことある？見たことある。色鉛筆だよこれ。色鉛筆のケースさ、ね、ここ金属なのです。どういうこと？あ、待って待って、ええ、あ、取れるの？木取れる。待って、かっこよ、かっこよ。ニトリの2階の家具屋のタンスがいっぱい売ってるコーナーの匂いがする。まあ、つまり木の匂いなんですけど。そう。待って、これこの中にじゃあ入ってんだ。え、めっちゃいい匂い。え、マジニトリの匂いするんだけど。書き方アンモニアと一緒なんだ。え、じゃあちょっと開いてみますか。緊張する。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。こういうことだ。おおお、やばやば、うわ、え、で、2本ない。2本ないけど。なんで2本ないの。どういうこと。あー、寄ってるだけだ。寄ってない、2本ないけど。未開封なのに誰かに盗まれてるのかと思った。てなわけで、はい、ファーバーカステルのこの特大の高級色鉛筆いただいちゃったんですよ。ありがとうございます。まあ、さやさんがいつもね、基本的に色鉛筆って、はい、アナログ絵の仕上げに使ったりしてるんで。いや、そうですね。もう大変ね、ありがたく。いや、もう本当使わせていただければと思うんですけど。しかもさやさんファーバーカステルだからね。そうなんだよね。あの、さやさんが普段使ってたのは24色のファーバーカステルの鉛筆で、ま、今回いただいたのは120色のファーバーカステルの。まさか6倍になるとは思わんやん。ちょっと一旦閉じますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい、めちゃめちゃいい匂いするし。で、ちなみに、あんまり描かないくせに、ゲンさんが好きな昔買ってしまった、でも今でも使ってますね。ね、アナログの時は使ったりするんですけど、ぐっちゃぐちゃなんですけど、色順がこれ、うん、人によっては気持ち悪くて死んじゃうかもしれない。死んじゃうね、うん、ここの間に赤入ってるの、うん、マジ気持ち悪すぎるよね。そうそう、こちらのプリズマカラーの、はい、この鉛筆、これが150色だったかな。はい、じゃあ我が家に今なんと、なんと我が家に色鉛筆がですね、最低でも270本あると。で、サヤの24も含めたらもう約300本あると。
全部使いましょう。いただいて使わんわけにはいかんやろ。それはそう、うん、ちなみにですね、落書き部屋の方では結構、はい、今後皆さんにいただいていつ使おうかなと思ってる秘蔵の画材たちは、はい、ぼちぼち使っていこうかなと思ってるんで、ね、そちらもお待ちください。はい、はい、てなわけで、うん、以前こちらの動画コピック全色やりましたね。1枚の絵に使うと、はい、原画展にも展示しましたね。そうですね、はい、あのイラストを描いた時のように、うん、今回は1枚の絵に色鉛筆全色使って超カラフルな色鉛筆イラスト、しかも夏目さんって色鉛筆でまともに絵を描いたことほとんどない。そうですよ、アクセント程度なんだよね。なんかこうちょっと水彩の上にちょっと乗せたりみたいな使い方をしてたけど、そうそうそう、色鉛筆だけっていうのは、しかもこの色数ね、やってないんで。だってさ、4色あれば全色表せるよねみたいなこと言ってた奴らにいきなり全色来ちゃったの。でその横でさ、うん、ファーバー先輩のさ肩をグッてこう組んでさ、プリズマカラー先輩のさ、うん、なんだなんだよ、面白そうな話してんじゃんすごいなんか150色が軍勢を引きずれてくるの。いやまさに色鉛筆戦国時代うわーっつって来てるから今、ね、みんなほら聞くでしょ、キングダムのような、うん、あのおたけびが、真のおたけびが違う人来ちゃった。だからこれを過不足なく使える絵のベースを作らなきゃいけないので、はい、その塗り絵を作るためのアイディアスケッチをやっていきたいと思いまーす。てん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 。そしてファーバーカステルは200年の眠りについた。それ何の音？宇宙に飛び立った。宇宙行っちゃった。さあということでですね、やっていきましょう。前回のコピックの時と同様で、はい、まずは10分ずつで3案ぐらい出して、うん、まあ、そこからじっくり考えて変化にしていこうかなと思います。じゃあ最初の10分ゴー。いやでもなんだっけ、はいはいはい、前回のさコピックの時って、うん、で全色で358色あって、はいはいはい、いっぱい塗るところを作らなきゃっていうあれだったんだね。そうね、だからでも発想は前回とほぼ一緒で、まあ、ほぼ一緒だね。そうでもなんかシリーズにしても面白いな。あ、前回のやつと。そう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 、あもう1年以上経ってるからね。ね、横向きの絵とかにもしようかな。あ、いいね。斜めでもいいじゃん。斜め？谷折りとかでもいいよ。何の話？山折りとかでもいいじゃない？何をで？何がいいの？前回ね、私ね、こんな絵を描いたんですけど、はい、今あの右端にあの2センチずつぐらいの大きさで出してるんですけど。ちっちゃ。あの前回サイさんモチーフがね、お風呂だったんですよ。お風呂でしたね。そう、前住んでたお家のお風呂を、うんうん、なんかね、ゲンさんのね、スマホの広角レンズ入ってるから、か広角ですごいところで撮った。はいはい、あの多分お母さんに見られたら、そんなとこ危ないから降りなさいって言われるところで撮った。だから今回もちょっとね、水回り系でいこうかなと思って、はいはいはい、急になんか業者みたいな感じになったんで水回りとか言い始めて本当に昨日ちょっとこれベリーホットの話で、あ確かに、そうみんなに絶望を分けたいんだけどさ、ね、絶望を送ろうって言ってる時にセフィロスするぐらい出てそう、本当だよマジ、顔を青ざめたセフィロスが、うん、絶望を送ろう多分 U レベルの絶望なんだ見たくないな、顔を青ざめたセフィロス昨日ね、はい、ゲンさんと、ね、パラちゃんと、ね、夜 ね、 そうね、涼しくなってきたからお散歩行こうかっつってね、うん、でパラちゃんさんベビーカーにゲンさんが乗せてくれてて、うん、で私が、あ、おしゃぶり忘れちゃったから、はい、おしゃぶり取ってくるねっつって、うん、一回お家に帰ったのよ。お家に入ってリビングのドアビラを開けようとした時になんか頭になんかねガタガタってなんかぶつかって、うん、わーってなって、はい、そピーってこう払い抜けた、はい、そしたらこれぐらいの黒い何かがリビングにピッて落ちてバーって走ってくるのみたいな、はーってなっちゃってまあ人類の敵なんですけど、本当に絶望だった。その1、家に入ってしまった。その2、頭に乗ってしまった。その3、触ってしまった。そしてリビングで見失ってしまった。あ、僕あれなんだよ、パラちゃんをベビーカーに乗せて外で待ってたのにすごい悲鳴が家の中から聞こえたからこれはワラちゃんに何かあったんだと思って、うん、急いで僕パラちゃんをすごい勢いで抱えて、うん、急いで行ったらベビーカーこんなゴッてこう抱えて行ったらゴキブリってなって、だよゴキブリかよってなってあの普段だったらゴキブリって確かにえらいこっちゃなんだけど、たかがゴキブリかと思ってちゃった。でも出会わないね。ね、そう、あれ以降1日経ちましたけど、1日経ちましたが出会ってませんね。どこかで元気にしてんだかな、あいつ。
色鉛筆の話しないよ、このさゴキブリの話してないさ。確かにな、こんなにワクワクする企画なのになんかね、ゴキブリの話から始まったからね。いやでもほら YouTuber たるものその日の絶望はみんなに知らしめようって、まあね、ほらあのヒカキンさんも言ってた。言ってないよ言わすな勝手に今回さえさんでトイレ描きたいんで、トイレ。ああ前回お風呂だったから。そう前回お風呂だった、今回はトイレで行く。マジで水回りシリーズじゃない例えじゃなかったの、さえさんの水回りシリーズだから。でも前回アジサイ描いたから、はいはい、何にしようかな、ひまわりにしようかな。夏も終わったし。じゃあなんで幼虫不安定なの夏に書いてほしかったよね、ひまわりに、ね、それな。さあということで10分ちょい1案目せーのドン、はい、トイレに囲まれた少年怖っあのゲンさん結構あのさ、うん、あのトイレないとトイレ行きたくなる病気なんだけど。いやそうだね、なんかあなんかねこれマジでなんかそういう症状あるらしくて、うん、そうでもなんか電車とか高速とか、うん、トイレに行けない時になると急に腹痛くなるってやつあるじゃん、うん、ゲンさんそれなんだけど、うん、じゃあゲンさんってことにしたらやめてよ、目がかけなくて目がかけなくてムハンとさせるからいいねトイレね、はい、うん、トイレがいっぱいあって、で、はい、ベースの雰囲気はなんかこの感じで、うん、かつそこにお花と変な生き物をちょっとこれから足していきたいなっていう感じで。なるほどね、はい、あいいですね。あこれドラゴンでしょ。そうドラゴン、かっけー。コピックの時にも書いたじゃん、あの女の子。あーセーラー服のそうそう、であの子が今からドラゴンに乗って行きますよみたいな感じの扉みたいなのあるじゃん漫画とか。あーうんうんうん、今彼女は飛び立つ予定だったけど間に合わない担当編集のセンスがなさすぎるだろ。ゲン先生の次回作に終わったんだよ怖えよせめてじゃあ2案目いきます。よーいスタート。実はね、あのこの動画撮影でちょっと撮影するの久しぶりだったりするんだよね、動画自体がね。最近さ、うん、いろいろなんかこう YouTube 以外にもやることがあったりするわけじゃない。そう、郵便配達とか。そうなんだ、副業やってた年賀状の仕分けとか今からあとはなんだろうな、でも魔法使いな感じ。魔法使いゴブリンよかったね、慣れてる。やっぱりね、なんかねこの前ね思ったことがある、はい、やっぱり、ね、外に出るって大事だなと思って。どうした。この前さ原画展の準備に行った時に、はいはいはい、あのタクシーにちょっとだけ乗ったんですよ。でその、ね、時にね、そのタクシーの運転手のおじさんがめちゃめちゃ面白い人で。あの人面白い。そう最近なんかこう会社の方でこっち使ってくださいって言われた方の配車アプリ、はいはい、そうそう、あれと連動してる方のナビ使ってくださいみたいな感じで言われたらしくて、おじさんがゲンさんになんかこの辺でよく来られるんですかとかって聞いて、うん、でゲンさんがなんか前の仕事の時はね結構時々的なんですけど、いやもう今はね全然来ないから分かんないんですよみたいなこと言ったら、うん、いやまず分かりますよそうですよね、このアプリの野郎もね全然分かってないんですよあれその流れだったかな今そうそうそう、会話その流れだったかなってところで配車めちゃめちゃ面白かったよな、うん、さん本当に出会えてよかったと思ったもん。どうしようかな、ゲンさん魔法使い好きだから魔法使い、ね、魔法使いかぶり、はい、私も今魔法使いはまさに譲ろう、カーボーイにした。譲りすぎだろそこまで譲んなくていい、譲せないたいよやっぱ魔法使いしたかった柿だよ、柿が好きなの、 その世代出る通うとやめて本当え、ちょっとこれちょっとすごい気に入ったこの概念、これちょっとなんかイラストにしたいな、するんだよ今からするかイラストにそのための作業だったが、一体これは一体僕たちは何をしてたんだろうか僕たちは。まあ、てかさ魔法使いといえばさハリーポッターじゃない。あうんうんうん、そうね、ゲンさんあのハリーポッター大好きだったの当時、まあ、もう今も好きだけど、うん、だゲンさん小学校当時結構詳しいよね。そう、うんうん、あの原作も読んでるぐらいハリー好きなんだけど、うんうん、小学校の頃のゲンさんってあのメガネだったのよもうすでに。あうんうん、あ小学校からだったのね。そうすでにメガネだったの、目悪くなっちゃって、うんうん、あのメガネ界のスターなわけじゃんあいつハリーね、ごめんなんかちょっと友達みたいになっちゃった。確かに、うん、メガネっていうものに対して若干コンプレックスがあったんだけど、うんうん、ハリーが出てきたことによってなんだこいつめっちゃかっけえやんってなって、それはラドクリフがかっこいいだけなんだけどあのハリーに憧れた時期あったの小4ぐらいで、ハリーに憧れたゲンさんは、うん、確かお母さんだかお父さんだか忘れたんだけど、うんうん、頼んでハリーの髪型に切ってもらいたくて、うん、かわいい。そうハリーポッターっぽく切ってって言った、うんうん、そこにいたのは史上最強にダッサい髪型のキノコ頭のモサモサゲンさん。かわいい。こちらでよろしいでしょうか。
モサ。もう根本髪質違うの、ラドクリフのあのテヤテヤの、あのマロンヘアというかさ、全然違うの。でその後もゲンさんはでも何かを勘違いしたまま、前髪バサーで、長い前髪で前が見えねえ状態本当。てなわけで、またしても10分ちょいの2案目、はい、せーのドン。はい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 、なんかゲンさんめちゃめちゃかっこよくない？なんか水墨画みたいになってない？今手元にあってペン入れするとこにあったのがなぜかコピックの100番ですけど、こんな感じです。はい、あの魔法使いで、うんうん、帽子なんだか髪なんだかわからんやつがジュワーなってる。あー、ここめちゃめちゃカラフルですね。そう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 。で服はモノクロというかあの黒系のね、うんうんうん、髪の毛操る系のちょっとかっこいい系の魔法使いのお姉さん。あー、うん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 、魔女だね。魔女です。だ魔法使いって魔女だ、うんうん、ウィッチって感じ、いいっていう感じのイラストにして、はい、なんとか全色使い切ることはできねえだろうかっていうこれは夏の魔法使いです。でこっち枯れてるひまわりで、はいはい、うん、でこっちは元気なひまわりで、なんか徐々にこう枯れてて、夏すぎたらやっぱひまわりってさ、こうごめんなさいってなっちゃうじゃん、はいはい、ごめんなさいなるね。そうなんだけど夏パワーを貯めてる魔法使いだから、はい、夏の力を注入することによってごめんなさいしてるひまわりもほほほって元気になってるっていう、そういうシーンなんだけど、だからこっちでちょっとこう地味なカラー使って、こっち明るい色使ってっていう、うん、まあ、やっぱりそういう打算的な部分が、ね、やっぱあるんだね、うん、あります。やっぱどうしても今回全色使わなきゃっていう気持ちになるから、ね、うん、俺後ろの方はやっぱ黒いから暗い背景にしようかなって、やっぱメリハリがつくからね。ああ、そういうね。後ろが暗い方がね。打算的だね。打算的だ。では3案目。三案目。やっていきましょう。よーい、スタート。夏の魔法。短く使っちゃったな。はいはい。使い VS VS しちゃって戦っちゃったいけますよこれは。いけますか。はい、この前すごいさ、はい、どこだっけ忘れちゃったんだけど、どっか行った時にさ、お普通におトイレ入るじゃん、うん、そしたらさ、あのトイレットペーパーのさ、あのカラ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 ってやると、はいはい、ホルダーがね、なんかほらよく見るさ、あの銀色のやつあるじゃない。そこにね注意書きが書いてあって、うん、こちら金属製ですので乱暴に扱うとなんかあなたが怪我する可能性がありますって書いてあったの、うん、はいはい、かつてもしかしたらその金属製のペーパーホルダーに喧嘩を売ったやつがいる可能性があるんだなと思って。ああ、なるほどね。そう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 。はいはい、で喧嘩を売って、俺はペーパーホルダーに勝てるんだって、あーってやって、うん、ってなっちゃった人がいるから、あなたは金属製には勝てないんですよっていうのを多分悟したかった注意書きなのかもしれない。そんなことはねえだろ別に。一人でなんかトイレで面白くなっちゃって。それって要はさ、伝え方が9割って言った話でそういう本があって。あるね。なんか相手にお願いを聞いてもらうときは相手にメリットとかデメリットを提示して、その行動をさせないための言い回しをするってことだから、うん、要はこのカラカラな部分を雑に扱うと、お前怪我するよ、痛いよ、いいの、怪我したくないよねっていう、そういうことが。だから乱暴に扱わないでくださいの意だったというか、ね、そう、乱暴に扱わないでくださいっていうのを言いたいんだけど、うん、それを直接言っても、うんうん、うっせ、俺は乱暴に扱うんだよボケがっていうボケがいる可能性あるじゃん。ってやついるかもしれない。そう、そういうことだった。そういうこと以外に逆にどう思ったんだ。いやもう本当にマジでトイレットペーパーに喧嘩売ったやつがいるかと思ってて、はいはいはい、なんだよさやさん純粋すぎる。読んで字のごとく受け取ってるってこと。そういうことです。俺もここに巨大トイレ便座、便座の中にはクマさん、サバ缶。それ何、何が何の人。その答えを考えるのは画面の向こうの俺だ。お前か君だじゃなくて、あの動画が出来上がってきた頃ぐらいに焦るやつ。ああそういうね。そうそうそう。さあということで3案目いきましょう。せーの、ドン。あ、めちゃめちゃかっこいい。これもまた打算的な絵なんですけど、はい、これ昔覚えてますか、あのブラックオリジンで描いた、うん、あやちゃん、あ、そう、あやちゃんがいたような場所、 あの感じの世界観で、うんうん、こう周りにゴミがいっぱいあれば、うんうん、何色でも使えるんじゃないかと。確かにジャンキーマンションみたいな、うんうん、あの時のあの世界観を、うん、今度はこういう形で描いてみようかなっていう。あー、ゴミや、いいね、ゴミ山みたいな、うん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 、っていうパターンのアイデアですね。おー、はい、さやのはなんか、いやもう完全に足し算ですこれは、ね、はい、まずなんかこう、はい、トイレに、ね、そう水回りにしたいなっていうので、うん、囲まれてます。はい、ちょっとパースが効いてもいいかなっていうので、はいはい、でこれ夏の魔法使いくん、はいはい、そして合体したのが魔法使いくん、魔法使いくんちのトイレが溢れてえらいこっちゃになりました、になりました。あー、なるほど、はい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 、トイレからこう水が溢れて、こうこの辺がびしゃびしゃになってて、うんうん、でお水がバシャーってなったということは、はいはいはい、植物にとっては嬉しい状況ってことね。嬉しい。枯れたひまわりたちが元気にムクムクと育って、やだな、トイレ溢れてグムグム元気になれば。でやっぱお水が溢れてるので、はいはい、お魚がこう飛んでて、でトイレットペーパーのこう棚とかに、はい、なんかチューチューさんたちが
どうしたの、なんかあったのって来てくれたっていう図ですね。かわいい。いや、いいですね。結構こう色使える感じしないですか？いや、これはめちゃめちゃ色使える。なんかもう純粋にカラフルな絵になりそう。うん。でもやっぱそうなってくると僕もなんかこの方向性の濁らす方でもいいけど、意外とこっちも捨てがたいっていう気持ち、うん、そういえばすごいかっこいいからな。そう、こういう感じの顔が寄りの絵を描いてみたいなっていう気持ちもある。私で2で割って3で割ってみたら違う絵だよてなわけでだんだんアイディアは少しずつ出てきたので、ね、はい、じゃあどんな感じでいくのか、ちょっとこれはね、はい、元にもう一回線画を起こしていこうと思いますね、はい、思います。レッツファーバーカステル、そしてプリズマカラー、ドンパー。さあ、ということで一回もラフに書いてないものを書き始める私、夏目健と申します、はい、正直に言います、さえさんも同じ罪を犯してます今回ですね、はい、デジタルで線画を描いた後に、うん、水彩画用紙に印刷をしております、はい、その上でもうグリグリともう塗っておりますね。いやね、はい、しかもね、今回ねちょっと大きい紙に書いてるから、だいぶ塗り込める、細かく塗れるということでね、うん、楽しいんだけど逆に塗る範囲もめっちゃ多いっていういやもう色鉛筆でこのサイズ塗るんかみたいないやもう本当にそれ、はい、でカラーラフはもうすでに作ってあるので、はい、もうそれで見ながらね、ってどん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 塗ってるんだけど、見てこれ色鉛筆の割にはマットに塗れてない？いやすごいなと思って、うん、ものすごいさ筆圧で塗ってるよねこれね。ちなみに粉だらけです周りもでもすごくやっぱりいいですねこの色鉛筆、うん、ファーバーカステルで今まず塗っててほぼ全色いったのかな、うん、ファーバーカステルは超えたか、もうあの箱の方でしょ、そうかっこいい段の箱の方ですね、こっちの方ですね。今回2つの高級色鉛筆を使い分けてやろうということで、うん、全部使ってるので、はいはい、あ、もうプリズマカラーゾーン入ってますね、そろそろ。いや、 やっぱなんかこんだけ色数あるとさ、やっぱ重ねていくとやっぱなんかこう自動的にグラデーションになるっていうか、いや、そうなんですよね、一見同じ青に見えて青じゃないみたいな、そう、全然違う色が入っていくだけでどんどん色がなんかね、うん、いい感じに混色されていくから、これすごい贅沢な、いやすごい贅沢だと思うこれ、作画でしたね。今回僕はもういつも通りのメカ女とか描いてるんだけど、うん、一応イメージで言うと、はい、はい、前回のコピック、前回っていうかだいぶ前ですけど、うんうん、コピック365色だっけ、はい、全部で描いた時のこの続きみたいな感じで描いてます。あー、シリーズ的に一緒なのね、はい、そうなの、あの子と同じ子を描いたつもりではいるけど全然顔変わってますね。なんか左上のなんかカモの端ロボみたいなやつがなんか絶妙にキモいんだよな、はい、ありがとう、はい、これ褒めてますね、はい、絶妙にキモいの描きたかった、うん、いやでももう本当にねプリズマカラーの方も今もやってますけど、うんうんうん、マットさで言うとねプリズマカラーのが出たかもしれない。あー、そうね、もうなんかもはやもうオイルパステルなんかってぐらいすごい乗るんですよ、うん、見てこれすごい。あ、でもこれはあれだね、ファーバーカステルの方、うん、いやでもこれね、はい、よく見るとちゃんとこうなんかペンタッチがね効、ね、いててかっこいいんですよここ、まあ、ちょっと最後の方にねまたアップで見せますので、はい、さあということでさやさんと、そしてさやさんもラフ、いやでもねラフに全然ないってね言いたいとこなんですけど、はい、でもちゃんと魔法使いだし、あ、確かに、はい、うん、ちょっと水の世界っぽい感じにしたので、はいはいはい、ちょっとトイレイコール水ということでなんか許していただけます。こじつけんはいはい、はい、というわけでさやさんはね今回ねちょっと海の魔法使い少年っていうのをちょっとテーマにって言いたいんですけど、いいですね、はい、褐色肌の少年が描きたかったっていう、なんか私利私欲がすごい、もういや、はい、漏れ出てる、いやもうほんとさやさん実は褐色肌の少年好きな割にはあんまり描いてない。いやそうあんま描いてないなと思って、ね、ちょっと今回挑戦しようと思って、うん、いやいいですね。そうなんか随分細かいのね、まあ、でもまあ確かにな、いっぱいな色鉛筆300色ぐらいあったらこれぐらいあった方がね、いやそうです、塗るとこさいっぱい増やしといた方がいいかなと思ったんだけど、ちょ、またこの周りにいるさ、これウーパールーパー、これウーパールーパーってさ、かわいくないですか？ウーパールーパーか、なんか絶妙な表情のウーパールーパーが300、あえてウーパールーパー全然調べないで描こうと思って、あ、資料なしで、うん、逆にさ、このもちもちになった、確かにね、ウーパールーパーってハテだけどちなみにこれ何、女の子が真ん中に乗ってるけど、あ、そうなんで、これちょっとストーリー考えたんですけど、この女の子が持ってるジャージ、これ、ね、中に男の子のね、はいはいはい、なんかねこうジャージ着てるんだけど、着てるね、赤いジャージ着てるね、そうそうそう、そのジャージ実はこの本の上に乗ってる女の子のもので、はいはい、そう、このね魔法使いの男の子が彼女のジャージを気に入ってしまったので、はいはいはい、返して返してって言おうとしたら返してくれなくて、逆に魔法使いの世界に連れてかれてしまったみたいな感じの、逆浦島みたいな、そうそう
ストーリーでね、ちょっと勝手に頭の中展開したんですけど、セーラー服だね。あ、そうなんです。なんか今回僕たち2人とも同じ感じのセーラー服買いちゃったね。サービスサービスってことは、じゃあこの子は、うん、やがてあの子になる。マジでこの世界に適応してやがてああなるってこと。マジで。つながってた。ちなみにね、あの魔法使いの男の子の右下半、はいはい、右下半分ぐらいがパス、プリズマカラーで、プリズマカラーで、はい、あの上半分 の、はい、あのクジラさんたちがいるところを、ファーバーカステルで描いておりますので。なるほどね。左上と右下で分けたんだ。あ、そう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 、ね、ちょっとなんかね、色の、はいはいはい、なんか混ざり具合の、ね、違いとかが出てるんじゃないかなと思いつつ、さあそろそろサヤもフィニッシュして。そうだよ、あんたこれ全部で15時間かかったんだから。ということで僕の方もこんな感じで仕上がりましたと、うん、いやすごい綺麗、はい、まあ、だいぶかかりましたけど、うんうん、すごい楽しかった、うん、色鉛筆こんなに300色ぐらいもう全種類使ったことによって、うん、なんか色鉛筆ってこんな色出るんだっていう、なんかまあ当たり前なんだけど、うん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 、でもこの気づけなかったよね。いやそうだね、これだけ色使ってみないと、うん、いやなんかね、もうゲンさんのやつは、ね、近くで見ると本当にいろんな色重なってるなっていうのがね、はい、そうだね、もうかなりもうオイルパステルかってぐらいベタベタに塗り込んでるんで、うん、あとすごい必要って、はい。いや綺麗、かわいい、パキッ。そしてさや、はい、さん、さや、はい、の方がかなりなんかこう色鉛筆の風合いは出てるんじゃないかな。あ、そうだね、なんかこの結構、うん、柔らかい感じというか、うん、髪の凹凸感はね、うん、多分あのゲンさんに筆圧が負けているのでね、はい、まあ、負けてるというかこれはもう色鉛筆のまんま良さ、うん、僕はちょっと潰しちゃってるんで目を。いやでもね、あのこの男の子の部分だけで、ね、はい、ものすごい気合が入ってるので、ね、めちゃめちゃ可愛い、妙にツヤツヤしてます、うん、いい感じですね。そしてこの後、はい、膝出ます。膝だけな、この謎衣装ね、膝、うん、片膝。はい、ということで完成したんですが、はい、はい、もう一つ確かなことは、うん、鉛筆耐久って1本10時間だったじゃないですか。はい、誰、まあ、なんか皆さんからあの色鉛筆耐久やってくださいっていうリクエストもあったんですけど、はい、単純計算300色使い切るなら3000時間です。勘弁してください。